エール・フランス・アジーは、かつて存在した、フランスの航空会社。現在のエール・フランスの子会社である。設立から10年後に営業終了となった。エール・フランス・アジーはフランス語読みで、英語読みは、エア・フランス・アジア。1990年代、台湾では、中国本土との領土問題があり、エール・フランスは、自社のブランド名で旅客機を乗り入れさせることが、できなかった。 そのため、子会社であるエアチャーターが1993年からパリ、台北間で旅客便の運航を行っていた。しかし1998年にエアチャーターが営業を停止したため、新たな子会社としてエールフランスアジーを設立した。エールフランスアジーの塗装はエールフランスとは若干異なっていた。エールフランス機では垂直尾翼にトリコロールを示す青、 白、赤のストライプが塗装されていたが、エールフランスアジー機では垂直尾翼には、青と白のみのストライプが塗装されていた。エールフランスアジーは主に、パリと台北を、香港経由で結ぶ路線に投入されていたが、たびたび、日本にも飛来しており、同社のエアバス A340 やボーイング747などを、大阪国際空港や関西国際空港で目にする、こともできた。 エールフランスアジーが運行していた機材は以下の通り。フレンチプランズ4台北、サウス、チャイナモーニングポスト、8セプテンバー1993フランス、エスタイワンポリシー、a k ソオブショップキーパーディプロマシー、ジーン・ピエール・カウェストン、2001。ありがとうございます。